皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2016年の9月の6日ですね、火曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、午後8時33分ということで、申し訳ありません。早速土山純一さんですね、いつもいつもありがとうございます。お茶6杯とコンティニコインが2枚と、それから K さんですね、コンティニコインですね、それと瀬戸の風さん、コンティニューコインですね。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、これ靖国の靖が抜けてます。靖国神社に合祀されている太平洋戦争戦没者の名簿は厚生省引上援護局が全国に命令して集めたものであり、日本国憲法第20条に明白に違反していると。要するに一民間神社に対して国家権力が合祀に必要な名簿をですね、命令によって、全国市町都道府県に命令して、名簿を作成して、厚生省に集めて、それを全部そのまま靖国神社に、提供したと。で、靖国神社はその名簿を合祀したということで、240数万柱の戦没慰霊者を慰霊するというふうに言ってますけど、これこそがまさに憲法第20条ですね。いかなる宗教法人も国家権力、権力の保護を受けてはいけないと。こういう規定に明快に違反してるんですね。これは誰も言いませんけど、そういうことなんですね。だから靖国神社っていうのは違憲なんですよ。違憲だから解体すべきなんですよ。ということです。いかなる宗教団体も国から特権を受けてはいけないという憲法第20条第1項に明快に違反してるということですね。アイボニエさんですね。コンティニューコイン、ありがとうございます。1、2、3ですね。あ、2枚ですね。それと、いつもそばにいるよさんがコンティニューコインですね。菅月金さん、今日のメインテーマ。靖国神社に合祀されている太平洋戦争戦没者の名簿は、厚生省引上援護局、援護局が全国に命令して集めたものであり、日本国憲法第20条で明白に違反していると。ワイワイニュースライブただいま配信中ですね。スバニーリオさんこんばんはと、コンティニューコインですね。天国からさん、コンティニューコインが2枚ですね。土山純一さん、お茶配信ありがとうございます。天国からさんこんばんは、今日もよろしくお願いします。瀬戸の風さんがコンティニューコインということですね。それから K さん、今日のメインテーマですね。はい、からアイボニエさんも今日のメインテーマをリツイートしていらっしゃいね。ありがとうございます。ということで、今日のメインテーマはそういうことなんです。そして、この放送の前に、アップしてくれました、ひどすぎるとリツイートですね。安倍政権の全額連の弾圧と。これ私も今日の画像と、今日の映像で取り上げます。これはひどいですね。これはまさに安倍自公ファスト政権の正体ですよ。沖縄の辺野古高江で機動隊で弾圧していると。そして本土では全学連、まあこれ中核派の全学連大会京都で行われたらしいんですけど、もうひどいですね。参加者にめがけて公安が暴力を振るうと、今までなかったですね、こんなこと。公安が手を出すってことは滅多なことではなかったんですけど、もうタガが外れちゃってますね。安倍晋三のタガが外れたと同時に、権力側のタガが完全に外れちゃって、全国で、いわゆる戦前の特攻警察が弾圧を露骨な弾圧、国家権力を傘に来た弾圧を国民に対して向け始めたというのが見え見えですね。マシュマロさんですね。コンティニューコインが3枚ですね。シカゴさん、コンティニューありがとうございます。コイン等よろしくお願いします。
から砂好きにさ、受けんな上に中途半端、どうせ祭りなら徹底して遺骨収集やれよということですね。ということです。よしゆきさん、お茶配信ありがとうございます。よろしくお願いしますということですね。はい。そして、今日のスローガンからいきますかね。これ毎回取り上げて、非常に大事だと思いますので、今日のスローガン。全国民は反ファシスト統一戦線に結集し、安倍晋三事故ファシスト政権と極右ファシストによる悪行を完全に粉砕し、市民革命政権を樹立せよと。主な悪行。1、憲法改正の偽名の下での日本国憲法の破棄。大日本帝国憲法への差し替え策と。2、平和破壊と戦争誘導。3、国民資産横領と貧困拡大。4、社会的弱者切り捨てと棄民。5、国民主権売り渡しと米国の完全植民地化。6、民主主義、主権在民、個人の自由と基本的人権の尊重の破壊とファシズム独裁。7、国民弾圧と虐殺。これらの悪行ですね。自公ファシスト政権。安倍晋三自公ファシスト政権による悪行。そして極右ファシストによる悪行を完全に粉砕して、市民革命政権を樹立せよと。こういうのが今日のスローガンですね。シカゴさんが放送中の今日のメインテーマですね。リツイートしてくれますよね。タンさん、国民弾圧をも強行する安倍晋三は日本にいらない。安倍はやめろということですね。安倍を刑務所にぶち込めと。刑務所にぶち込めと。やめさせるだけじゃ不十分なんですね。責任を取らせる。自民党独裁党に改名してもいいくらいめちゃくちゃ国家が天国からさんですね。ここまでやるかっていう感じですね。今日のスローガンを3つに分けて、アップしますんで、ぜひ情報拡散してください。これですね。 K さん、理想社会、日本占領司法は、占領支配は司法、行政の乗っ取り、検察の占領強奪手口を公開、正体は米国戦争屋の手下ということですね。 YouTube ですか、これは。ということで、吉行さんが配信中ですね。今日のスローガンをリツイートしてくれましたね。ありがとうございます。1000万人に届くようにですね、皆さんの力で、情報拡散したいということですね。から主な悪行1から4まで。これですね。1から4ですね。から5、6、7と。567、これですね、はい。それと、これも固定化してますけど、毎回取り上げてますけど、ワイワイニュース支援組織見る千の会、山崎康彦と愉快で情報通な仲間たちのご案内と。これも3つに分けてですね、アップしたりですね。シュウさん、今日のメインテーマですね、リツイートしてくれましたね。シュウさん、コンティニー声。高江では警察車両が作業員の搬送、中立も公共性も放棄という、もう完全に安倍事故ファシスト政権の、私兵になっちゃいましたね。だから、アルソックとほとんど変わんないんじゃないですか。警備会社になっちゃったと。税金で、雇ってる警備会社という、とんでもないことになってるんですね。青木トムさんがお茶ですね。ありがとうございます。見るの会のコンティニューですね、シュウさん。はい。
それとこの世から1貧困と自殺、2大格差社会と差別、3無差別テロと戦争、4核兵器と原発、5戦争兵器と消火器、6国家権力犯罪と民間権力犯罪と、まるですね。マリンさん、こんばんは、よろしくお願いしますと。それからシカゴさん、特定秘密保護法で公安警察権力官僚が権力拡大を狙うと。特定秘密保護法公布で霞が関が焼け太りというんですね。あらマリンさんがお茶に入るですね。そして、7番目、全体主義と独裁を本当になくすためと。この本当になくすっていうのは肝なんですね。要するに本当になくすためには根本原因をちゃんと特定しない限り本当になくせないですね。ということです。そして、日曜日からやってます第27回ワイワイニュースライブネット世論調査の中間報告ということで、今日の6時現在ですね、テーマが安倍事故政権を実質支配しているのは誰かと。1、2、3、1、創価学会と成長の家原理主義日本会議のカルト宗教団体だと 17%、 2、安倍晋三司令 とする田伏マフィア 6%、 3、1と2の合体 77%。 で、回答者数は全部で37名様、 Twitter 35名、 E メール2人ということですね。で、中間報告ですけど、この結果で分かることは、要するに安倍晋三司令とする田伏マフィア、自民党だけでは、この政権というのは成り立たないんですね。たった 6% です。要するに彼らと複合体として、創価学会、それと成長の家、原理主義者が日本会議を乗っ取っちゃったと。いう、その創価学会と日本会議と田伏マフィア、この3つが連合して初めて現在の自公ファシスト政権が成り立つという構図なんですね。ということで、最終回答日は明日水曜日9月7日午後1時半ですので、よろしくお願いします。白熊スタンプさんです。天国からさんですね。第27回中間報告、これですね。そしてテーマ、これは全然ダメだ。マイナス33。これですね。そして回答方法はツイッターあるいは E メールということですね。マイナス7。これかな。これですね。高いヘリパッド建設工事活動の女性に機動隊が痴漢行為と、どさくさにまぐれて公務執行妨害で不当逮捕で、名護署に不当拘束と。とんでもないね。もう。ということです。そして、新しくですね、ワイワイニュース定期購読による財政支援のお願いというものを固定化して、毎回お願いしたいということで、これの URL を
貼り付けますんで、よろしくお願いします。これですね、グーのブログ記事に新しく先ほどアップしましたんで、ちょっとこのお願いを読みますね。大手マスコミが戦前並みに自公ファシスト政権の大本営発表報道、発表情報をそのまま垂れ流す世論誘導暴力機関に成り下がった現在、我々市民に残された情報手段はインターネットと口コミのみになったと。私は世直しブログ杉並からの情報発信ですを2007年9月27日から開始し、現在毎日1000名から1500名の方々が閲覧され、これまでの訪問者総数が458万8000名様、閲覧者総数ページビューですね、1280万6000ページビューとなっています。また2012年6月から開始しました、6月25日ですね、世直しテレビ YY ニュースライブは本日の放送は2060回目と、毎日約1000名の方々が視聴されていますので、これまでの視聴者総数は206万名様を超えましたと。また昨年2015年10月7日から日本語の壁を突破して世界に向けて情報発信すべく、毎週水曜日夜7時よりフランス語放送を開始し、週1回普通日語のバイリンガル放送をしてます。また今年2016年2月7日から毎週日曜日夜7時より英語放送を開始し、英日語バイリンガル放送をしてます。正確には分かりませんが、毎日1万名以上の方々のもとに私のブログと放送でネット配信された情報が届いているかと思われます。私は物事を根本から捉え直して問題の根本原因を把握するようにしていますので、ただ単に問題点の指摘や危機を煽ることで終わるのではなく、問題解決の具体的な方法と解決までの工程を必ず提起するようにしていますと。つきましては、私の情報発信活動、YY ニュースがより長く持続でき、より広く拡散できますように、皆様の財政支援をよろしくお願いします。ということで、財政支援のお願いで、皆様より YY ニュースへの財政支援をお願いしておりますが、多くの方々に、支援をお願いするために従来の年間購読支援、5000円1年間に加えまして、1ヶ月購読支援、1ヶ月500円、3ヶ月購読支援3ヶ月1500円、6ヶ月購読支援、2500円を新たに設けましたということですので、年間と6ヶ月と3ヶ月と1ヶ月、ですね、あるいは制限なしということですけど、それでまあ、ゆうちょ銀行からの振り込みということで、口座番号等々が書いてありますので、ぜひこの URL ですね、クリックしていただいて、詳細をお読みいただきたいということですね。砂月金さん、コンティニューコインですね。そして今日の画像ですね。こいつ久しぶりに顔見ましたけど、かなりもう年取りましたね。ウォルフォビッツ、ネオコンの代表格、ポール・ウォルフォビッツですね。これは2015年4月16日、だから去年の4月1年前以上、1年半近く前に撮影したんですね。で、これは首都ワシントンの戦略国際問題研究所ですよ。CSIS ですよ。ジャパンハンドラーズの拠点ですね。だから彼も結局はここに作ってるんですね。イラクのハイダル・アバティ首相のスピーチに耳を傾けるポール・ウォルフォウィッツと。で、彼がなんで話題になったかというと、まあ、今日のトピックスで取り上げますけど、クリントン氏に投票示唆と、トランプ氏を非難ということで、ですからクリントンは明快にネオコンの利益代表になっているということでしょう。もうかなり年食ってますけど、本当悪いやつですよね、ウォルフォビッツ。彼がウォルフォビッツドクトリンというのを作成して、いわゆる唯一の世界大国、軍事、金融、
経済大国になったアメリカが、アフガニスタン、イラク、シリア、イラン、リビア等々を近いうちに、撃破するというふうなドクトリンを彼が作ったんですよ。その彼のウォルフ・ウィッツ・ドクトリンに従って現在のイスラム国によるテロとか内戦によってアメリカがシリアを攻略するというシナリオなんですけど、それがロシアの抵抗によって破綻しているという状況ですよね。から2番目が、先ほどの全学団ですね。全学団、土地狂った日本の公安警察ということで、みんな土地狂ってますね。ウォルフ・ウィッツ、これですね。映像の中のクリップを画像化したんですね。9月1日朝、全学連大会会場である浜松区区民、区民館に、ここになんだ、監視、弾圧のために公安警察が退去、集結ということで、公安だらけですよ。で、公安警察警部の芝、拓尾っていうのがね。それともう一つ、土地狂った安倍晋三がエジプトの首相と会って、新博物館建設に500億円出資したんだ。貸すという。ODA で貸すという。こいつ本当にもう、土地狂ってるね。ということです。そして今日の映像ですね。これが例の中核派の全学連大会を襲撃している公安警察の模様は YouTube でバッチリ撮影されているということですね。YouTube、これですね。これほど暴力的になっているってことはもう完全に安倍ですよ。安倍、それから菅、杉田、北村と、この辺の警察権力の直接の命令によって、このような直接な暴力が全学連大会、沖縄では高江、辺野古で行われていると。こういうことですよね。シカゴさんがポール・ウォルフ・ウィッツのウィキアップしてくれましたね。こいつは悪いやつですよ。ユダヤですよ。それでその後、彼は国防総省の次官なんかやってて、それでソ連が崩壊した後、ウォルフ・ウィッツ・ドクトリンという世界をアメリカが支配すると。というとんでもない、行動考慮を書いたんですね。でその後世界銀行の総裁かなんかだったんですね。周さん、警察官及び自衛官とは日常的には人間味のある個人なのですけど、いざ上から命令来ましたとなると自己民の命を奪うことすら躊躇しないくらいのマインドコントロールされている状態の集団ですね、という。まさにそうですね、周さんね。恐ろしいんですね。宣伝の特攻なんかまさにそうじゃないですか。で、戦前のいわゆる戦争犯罪人とか国民弾圧で虐殺して、100% 戦争犯罪と国民弾圧の犯罪が免罪免責された軍人、官僚、大手マスコミ、宗教家、経済人、軍需産業、経営者、財閥、昭和天皇がトップとする、皇族をトップとする、軍人以下、戦争、アジア太平洋侵略戦争に加担し、国民弾圧に加担した戦争犯罪のほとんどが免罪免責され、1950年代に復帰してるんですね。だから今日のメインテーマの、いわゆる靖国神社の合祀に向けて、アジア太平洋侵略戦争の戦死者
の名簿を厚生省援護局、機関援護局が命令してですね、名簿を作成させ、それをそっくり靖国神社に提供したというのは、まさに、戦前彼らは厚生省にいた官僚か、あるいは軍人か、あるいは特攻官僚かなんかが戦後免罪免責されて厚生省の中に復帰したんですよ。で、彼らがもう、彼らは戦後の日本国憲法の内容なんか全然知らないですから、戦前の大日本帝国憲法そのままに行動するから、いわゆる、靖国神社ともう一体になったんですね。それで全国の市町村に命令して、靖国で合祀するから早く名簿つけろということで、240万の名簿、200数十万の名簿を作って、それをそっくり靖国、仲間の靖国に送って、靖国は遺骨もないと、遺品もないと、遺灰もないと、石柱もないと、昇魂所ということであればですね、これ紹介しましたけど、これが一番最初の昇魂所ですね。下関の桜山昇魂所、こういうふうに一人一人の名前を刻んで、何年何月にどこで戦死したかということで、石の碑を建ててますね。391年。これが最初の昇魂所ですよ。で、2番目の昇魂所が、これ田伏にあるんですね。田伏の峨眉山という山の頂上なんですけど、ここもこういうふうに、生前と81人の石柱が立ってるんですよ、ね、で、これが桜山が第一で、第二が峨眉山で、第三が東京昇魂所、名前を書いて、東京昇魂社と名前を書いて靖国神社になったんですけど、靖国神社では一切こういう石の柱も一切ないと。ただ紙に書いた名簿、膨大な数の名簿を厚生省の機関援護局かなの官僚たちが全国に命令して集めさせた名簿をそっくりそのままもらって、引き上げ援護局だ、厚生省、この引き上げ援護局に作ってるのが、まさに戦前の厚生省官僚、あるいは国人特攻官僚です。だから彼らには、第二の帝国憲法が廃止になって、日本国憲法になったんだっていう頭は一切ないんですよ。ずっと戦前のままですね。メルキーさん、公安はデモ参加者を勝手に望遠レンズで写真撮影して、そうですよ。一般民間人の写真を勝手に公安、刑事、警察が写真することは憲法違反なんですね。プライバシーの侵害なんですね。これはもう、京都不学連事件というのが1959年ぐらいになって、そこで確定してるんですよね。警察がデモ隊の、京都不学連のデモ隊を勝手に写真に撮ったということで、憲法違反だということで争われて、それは憲法違反だっていう、確定してるんですよ。だから、で、逆に僕らが公安警察の写真を撮ることは、プライバシーじゃないんですよね。職務上ですから。権力を持った公務員が職務を行っているということに関しては、プライバシーないんですよね。シカゴさん、必見動画、ポール・ウォルフォリッツ、人物メモ、米国の核戦争企画と、ウォルフォリッツ・ドクトリン、核戦争、安倍政権、集団的自衛権ということですね。これ動画なんだ、シカゴさん。会見、緊急事態条項を削減した公安の暴力と、そういうことですね。そうそうそう。
まさに戦前と同じですよね。公安、特攻公安、特攻警察が、何の規制もなく、何の、制限もなく、やりたい放題やってたという戦前並みになったということですね。お面が必要になると。だからこれはあれですよ。その都度、その写真撮影した、公安警察、警察官の写真を撮って、これを全部一箇所に集めて、提出するということでしょうね。だから僕らがお面をかぶんじゃないんですよ。堂々とデモで顔をさらしても、一切警察権力に写真を撮らせないという戦いをすべきなんですね。絵描きのツッキーさん、お茶ですね。からコム03263、ケーキですね。ありがとうございます。K さん、東京商工社は明治12年に靖国神社となり、木戸孝允の発案であるというが、ここが国のために靖国に建て祀られるという流れを作ったと。現在は昭和天皇、今上天皇、皇族はずっと参っていないと。ぞろぞろと参拝するのは国会議員ということですね。ということです。いうことで、今日の画像と今日の映像はそういうことですね。そして今日のキーワード、これは前も取り上げましたけど、ヒトラーや安倍晋三のようなファシストの特徴は一体何かということですね。国家の価値や政治経済体制を個の視点ではなく全体主義の視点から組織するんですね。ファシスト、一党独裁国家の創設を主張し、議会制民主主義を認めないと。認めないんですよ。文化は国家によって創造され個人に与えるものと考え、個人主義を否定するんですね。国家にどうかしない異なった文化や民族の自治権を認めず敵視する。少数民族、少数派、マイノリティ、被差別されている社会的弱者を敵視する。暴力と戦争、国家の再生や精神や活力の創造行動とみなし、国家の強さを保つために暴力や戦争を厭わない。これが典型があるでしょうね。誰でしたっけ。成長の家原理主義者、稲田朋美、国防省、精神の浄化にとって戦争は最大の行事だというふうに、まさにあれですよ。成長の家原理主義はそうなんですよ。いわゆる初代の谷口、正治が言ってたことそのままですよ。ファシストなんですね。ファシストは政府やファシスト運動への反対を禁止し抑圧すると。まさにファシストによる弾圧ですね。全学年、あるいは辺野古、高井に対する反対住民に対する機動隊の暴力的な弾圧だから、ファシストは自己目的を絶対とするため手段は選ばない。そうなんです。手段は何でも使うんですね。安倍なんか見ててもそうじゃないですか。何でも使うと。 K さん、日本占領支配は司法行政の乗っ取り、検察の占領強奪手口、正体は米国戦争屋の手下ということですね。はい。それからヒトラーや安倍晋三のようなサイコパス、社会的人格破壊者の特徴と。だからファシストの多くは同時にサイコパスだという。安倍晋三を見ればわかるんですね。社会的なルールに従うことができないと。人を騙し操作しようとすると。衝動的で計画性がないと。カッとなりやすく攻撃的だと。他人や自分や他人の身の安全を全く考えないと。一貫して無責任だと。誰かを傷つけたり嘘をついても良心の呵責を感じないと。もともと良心とかはないから呵責が感じないですね。
ということです。今日の一言。それから今日の座右の銘か、あ、じゃない、今日の一言だ。今は今日のキーワードでしたね。ファシストの特徴とサイコパス、社会的人格破壊者の特徴、そして、今日の一言、これは今ずっと朗読してほぼ最終章になったこの鈴木恵子さんの日本人だけが知らないこの国の重大真実、闇の世界、金融権力、日本戦略計画、この中に出てきた第10章に出てきたものから抜粋ですね。1、米軍オスプレイは反米クーデター鎮圧のために存在するんだと、そういうことなんですよ。だから東京首都の周りに4つの米軍基地が50キロ圏内に4つもあると、それプラスオスプレイで東京に反米政府ができた場合はすぐ介入できるという体制になったんですね。でしかもいわゆる米軍の横田基地が1都6県の7000メーターの上空までの制空権を彼らが握っちゃってる。そんな国はどこにもないんじゃないですかね、先進国では。そう、安倍はぶち込めですね。1、米軍オスプレイは反米クーデター鎮圧のために存在する。2、安倍晋三では沖縄基地問題は永遠に解決しないと、永遠にっていうのが2層ですね。3、安倍晋三では原発問題は永遠に解決しないと。吉行さん、白熊スタンプですね。から丹さん、お茶、安倍晋三はまるで金正恩だと、安倍をぶち込め、安倍はやめろと。から吉行さんが支援組織民の会のご案内をリツイートしてくれましたね。シカゴさん、アメリカ核戦争企画書、特定秘密保護法も集団的自衛権も指針再改定もウォフウィッツドクトリンに基づくという桜井ジャーナルさんですね。ということで、それから安倍晋三では原発問題は永遠に解決しないと。4番目、安倍晋三は全て日本国、日本国民、日本列島を破壊すると。から5番目、新満州国で岸信介は米国の手先として働いたと。6番目、満州国で岸信介は米国に歯向かったと。それで日米戦争に向かったんですね。7番目、岸信介は米国のスパイとなることを承知したと。8番目、岸信介は米国の支援を受けて内閣総理大臣となったと。9番目、岸信介は戦後体制を取り戻すために日米安保改定に動いた。10番目、安倍晋三の道、米国に歯向かって日本国を戦前体制に作り変えると。11番目、米国の動き、米国は安倍晋三を暗殺すると。12番目、暗殺方法1、スナイパーが安倍晋三を狙撃すると。13番目、暗殺方法に毒物によって安倍晋三を抹殺すると。14、暗殺方法3、安倍の妻、昭恵にスキャンダルを仕掛けるということですね。だから、要するに岸信介が、米国に最初は、従属してたんですけど、第二の帝国を俺がやるんだと、満州国をその中心にするんだということで暴走し始めて、アメリカがとの戦争に誘導されちゃったということから、孫の安倍晋三もそのうち、現在はアメリカのジャパンハンドラーズの言うことを 100% 聞いて従っていますけど、そのうちにですね、おそらく原爆の開発から始まって、アメリカの意向に違反して戦前体制を取り戻すというふうに、大日本帝国を再建するんだと、自分の祖父がやろうとしてできなかった
大日本帝国の再建、再復興をするんだと。そのためには大日本帝国憲法を、今の日本国憲法を亡き者にして、差し替えるんだという動きが今の安倍晋三の動きです。でアメリカによって彼はスナイパーによって暗殺されるのか、あるいは毒をもらえて殺されるのか、あるいは女房の昭恵にスキャンダルが仕掛けられて、それが命取りになって彼が辞職するか、この3つのシナリオがありますよという。大したもんですね、鈴木慶子さん。ここまで投資できるっていうのは。ということです。今日の座右の銘ですね。良いことも悪いことも含めて決して忘れてはいけない言葉を座右の銘にまとめて、文字通り座右に置いていつも読んでると。今回は私の考えをまとめましたということで、これも以前取り上げましたけど、A の4の山崎康彦の言葉ですね。これが全部で9つなんですね。1、この世の中は決して姿を見せない世界支配階級の奥の院、回収ユダヤ、ロシアで国際金融マフィアが計画し、忠実な代理人に実行させ、学者とマスコミに隠蔽させた陰謀と暴力で成り立ってんだということなんですね。で、2番目、バブルの発生と崩壊とその後の長期不況は、経済が循環する自然現象のように見えるが、実際は中央銀行が金利と信用創造の額を調整することで意図的に引き起こされるんだと。だから3番目、安倍晋三首相と黒田日銀総裁のアベノミクスの本当の目的はデフレ不況対策を名目にして政府が200兆円の財政出動を行い、日銀が300兆円の金融緩和を行い、計500兆円の国民資産を合法的に横領してメガバンク、ユダヤ、ロシアで国際金融マフィア、米国支配層、自民党政治家、霞が関官僚、経団連、大企業、マスコミなどに移転させることであり、大成功したんだと。知らないのは資産を横領されたことすらも理解しない、バカな一般庶民だけなんだということですね。4番目、安倍晋三首相と黒田日銀総裁のアベノミクスは、最初からデフレ不況対策に失敗するように計画されていたと。マスコミがアベノミクスは失敗したと騒ぐのは、アベノミクスの本当の目的を隠蔽するためなんだと。5番目、戦争は偶然に贈り物ではないと。戦争は世界支配階級が周到に準備して起こす軍事テロであり、それはたかも偶然に起こったかのように偽装されるんだと。911言います。そうですね。6番目、無差別テロはできるだけ多くの市民、一般市民を殺傷することで、国や宗教や民族や人種の対立を煽り、憎悪を駆り立てて世界規模の戦争に誘導するために世界支配階級が意図的に引き起こすものだと。だからイスラム国を使った無差別テロがまさに典型ですよね。だから7番目、聖書が言う人間と全ての世界は全知全能の神が1週間で作ったというのは大嘘なんですね。旧約聖書でも、あるいは新約聖書でも、こんな大嘘を信じている人間がアメリカでは4割いるんですね。人間と全ての世界は40億年前にできた原始的な細胞が40億年かけて進化したもんなんだ。そういうことなんです。8番目、人間や動物や自然界は神が作ったものではない。しかし神や人間がでっち上げたもんだと。作ったもんだと。から9番目、神に選ばれた先民は神を否定する邪悪な異教徒との最終戦争に勝利し、神が降臨して平和な世界が訪れるという聖書が言う、ハルマゲドン神話は全くの大嘘だと。こういうのが今日の、座右の銘ですね。中川翔一さんのパターンかもと、G7、G20 など、ベロンベロン人と、すらずですか。なるほど。でも、安倍は、それほどお酒と女性ですよね、スキャンダルはね。彼どっちもそれほど弱みになってないということなんですね。シカゴさん、推奨本、日本人だけは知らない、この重大な人物、推奨本、著、朗読歌唱、今日ですね。今日。
あ、ちょうど今からですね、第15章ですね。日本国民は国家の防衛をどう考えるのかというこれです。これの第15章かな。15節ですね。戦後日本国の軍事問題、日米安保問題、沖縄基地問題、自衛隊問題、その他については日本国民の中に様々な考え方が存在すると、ここでは本書の立場が述べておくと。本書の視点は日米安保を破棄するべしということだと。もちろん読者諸氏の中にはこのような考え方に異論を唱える人もいるだろう。そのことを十分に承知の上での話であると。日米安保を破棄した後の日本国の進路は2つあると。進路1、戦後憲法を誤示すると。軍事力を持たない。自主防衛も放棄すると。2、進路2、戦後憲法を改正すると。軍事力を持つ。自主防衛に取り組むと。戦後憲法では諸外国を信用して日本国は軍事力を持たないことになっている。だが現地の世界を見る限り諸外国を信用できるはずがない。この世は摩擦と亀裂の世界なので、その中では戦いに備えるしかないのだ。実際問題として戦後憲法の考え方は現地を無視したものである。それゆえ軍事については米国に委ねることになった。本当に諸外国を信じるならば日米安保は不要なのだ。だが憲法が嘘であるからこそ日米安保が必要になっていた。念のためだが、私は進路1、憲法誤示、軍事力を持たない、自主防衛放棄を完全否定する立場ではないと。そのような考え方はあっても当然であると。だがその場合には敵国、中国、北朝鮮、韓国、その他が日本国を攻撃しても彼らにやられるままになるという不動の決意が必要だと。ここで不動の決意とはない。ところを言うならば、それは日本国民全員が皆殺しにされても構わない。日本国が滅亡しても構わないという絶対的な決意。私はやられたらやり返したのという立場で、だが日本国民の絶対多数が、それ、日本国民全員が皆殺しにされても構わない。日本国が滅亡しても構わないを選択するというなら、私はそれはそれで構わない。私も共に殺されよう。だがその絶対的決意のない憲法誤示は間違った思想であると思うと、読者はどのように考えるかと、そういうことですね。だから、いわゆる集団的自衛権の行使は否定するけど、個別的な自衛権は持つということで、憲法9条にそのことを明記すべきなんですね。で、まあ、私が日本国憲法は建前5つの非常に先進的な世界に冠たる5つの基本理念を歌ってるけど、その中には象徴天皇制とか、あるいは三権分立を否定するとか、あるいは天皇の国事行為の中に衆議院の解散を入れるとかですね、あるいは日本国憲法は最高法規であると言いつつも、外国との条約に関しては一切関係を言わないとかですね、さまざまな一つの立派な基本理念を破壊するような時限爆弾が仕掛けられているということの中の一つとして、今日の鈴木恵子さんのいわゆる絶対的平和主義を唱えた憲法9条というのは、私はこの時限爆弾の一つだと思いますよね。結局日本に一切の軍備を持たせないということは 100% アメリカに軍事力を依存させることになるということを見通してやってるわけですよね。えんちゃんさん、右の頬を撃たれれば左の頬を向けられるかと、それも重要だから両論分かれるということですから、まあ、この鈴木恵子さんが言ってるように、侵略されて皆殺しされてもしょうがないんだという絶対的な決意があればそれはそれでいいと思うんですけど、その絶対的決意がない上で、甘ちょろい、いわゆる非武装中立論というのは誤いでしょうね。私もそう思いますね。シカゴさん、言論と、それで憲法第9条の第3項に
外国軍隊の日本領土内の駐留を禁止するという項目をも設けるべきなんですね。そうすると、ベニヤみたいな米軍による駐留米軍の存在というのはなくなるわけですよね。シカゴさん、言論統制強化ある仕事、読売鍋爪、鍋爪ってまだ生きてんのかね。早く死ねえって言うんだよね、いい年して。マスコミ管理がまた癒着、会食、共同通信社長は仲間のため、米軍基地の放浪姿勢を転換と、リーテラと。非常に分かりやすいよね。何でしたっけ。ということですね。で、今日のメインテーマですね。靖国神社に合祀されている太平洋戦争戦没者の名簿は、厚生省引き上げ援護局が全国に命令して集めたものであり、いかなる宗教団体も国から特権を受けてはならないとの日本国憲法第20条に明白に違反してんだということですね。で、靖国神社のもともとの呼称は東京商魂社であり、東京商魂社の最初のモデルは1864年に長州藩が倒幕運動で命を落とした騎兵隊大使が身分の区別なく慰霊する場所として下関に建立した桜山商魂所、その後桜山商魂社に改称ですね、だったと。で、先ほど見せましたように、これがそうですね、桜山商魂社ですね。391名だ。で、第二の商魂所が例の長州田伏村のガビ山という海沿いの山の山頂に設けられていると。これが第二の商魂所なんですね。ガビ山商魂所、その後ガビ山商魂社になったんですね。で、神社になった。で、二つとも一人一人、に石の火が建立されてるんですよね。で、第三が東京商魂所と。1869年、明治政府が設立したと。で、東京商魂社から靖国神社になったと。で、現在の靖国神社には、現時点で246万6532柱が合祀されていて、柱っていうのはまさにこのコントロールにするこの柱っていうのは、でも柱はないじゃないですか。紙の名簿しかないんですよ。で、桜山商魂所やガビ山商魂所のように一人一人が商魂碑で合祀されておらず、名前が書かれた紙の名簿で遺族の意向も聞かずに一方的に合祀されているといったら何なのかということですね。です。靖国神社は戦前は陸軍省と海軍省が統括する国家神道の代表的施設だったんですが、戦後は1946年に東京都知事が宗教法人資格を与えた民間神社の一つに過ぎないという。これもおかしいですよね。なんで、国家神道の代表的施設であった靖国神社に1946年に宗教法人資格を与えちゃったっていうのは一体誰なんだと。当然ながら GHQ の許可がないとできませんので、神社本庁への宗教法人資格は1947年ですから、これはもうまさに GHQ アメリカ支配階級の命令で、靖国神社と神社本庁に、宗教本人資格を与えたんですよね。本来だったら廃止するという GHQ の中に靖国解体を主張している勢力は結構強かったらしいんですけど、結局負けちゃったんですね。ですから戦後は一民間神社にしか過ぎなかった靖国神社に対して、1952年にですね、厚生省引き上げ援護局が各都道府県に対して靖国神社合祀事業協力という通知を出して、各都道府県に、
いわゆる太平洋戦争の遺族等援護法というのができたんですね。53年8月に恩給法と戦傷病者戦没者遺族等援護法で、公務士と認められた人間の名簿を作れと、それを厚生省に送り返すという命令を出して、で集まった200数十万の名簿をそっくりそのまま靖国神社に、提供して、靖国神社はそれを名簿によって合祀したということなんですね。で問題はこの一民間神社である靖国神社に対して厚生省引き上げ援助局、援護局という国の機関が協力して合祀する戦没者の名簿を全国に命令して作らせ、それをそっくりそのまま靖国神社に提供して、靖国は戦没者の遺骨も遺品も石碑も一切ない状態で、しかも遺族の意向も聞かず、200数十万の40万以上の戦没者を一方的に合祀した。そのことは憲法第20条の規定に違反するんですね。20条っていうのは、まだは1、いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならないと。2、何人も宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することは強制する。3、国及び機関は宗教教育、その他いかなる宗教的活動もしてはならないと。だから第1項の、いかなる宗教団体も国から特権を受けてはいけないと。だから第3項の、国及び機関は宗教教育、その他いかなる宗教的活動もしてはならないと。だから合祀用の名簿を作らせて、それを石神社に、靖国神社に送るっていうのは、まさに国厚生省の機関が宗教的な活動をしたと、あるいは協力したということなので、憲法第20条の1項と2項に完全に違反してるんですよね。しかも靖国神社のその大量合祀のやり方、名簿だけ、そして、遺族の意向も一切聞かないで一方的に、合祀しちゃうというやり方自体は、戦没者の魂を慰霊する真の意味の証拠にはならないんだということで、ですからもう憲法違反で成り立っている靖国神社というのは解体すべきなんですよ。本来だったら1945年の敗戦時に解体すべきなんですよ。靖国神社、神社本庁、あるいは全てのいわゆる戦前天皇教を国民に強制し洗脳した宗教者、極右ファシスト、特攻警察官、軍人、経済界、ジャーナリスト等々のほとんどを45年に、我々国民がですね、彼らの戦争犯罪を糾弾して追放すべきだったんですけど、それがほとんど残って1950年代に自民党で復活しちゃったとか、それがずっと続いているということでしょう。ポベラ・ベオッチャ・トモニとコンティニューファインですね、新しい方ですね。エンチャンさん、靖国神社優秀館をめぐり、東条の遺影が他の戦死者と同じように同じサイズで流れられてあったのに驚いたと。なるほど。靖国にとっても東条以下7名の永久戦犯合祀したことに対して批判があるから、あまりにも彼らを特別扱いするのを控えているということでしょう。シカゴさん、靖国神社ウィキですね。ということです。今日のメインテーマはそういうことですね。で、関連情報として靖国神社のウィキペディアの抜粋を挙げたということですね。今日のメインテーマ、
これですね、靖国神社田伏村の守護神、真実の日本の歴史は、田伏村出身の朝鮮民族による日本民族弾圧の象徴、彼らの暴力で殺された天皇や戦死者を封じ込めた。なるほど。こういうことですね。現在何分ですか。60分41秒。閲覧90名、計195名。コメント81件ですね。で今日のトピックス、月6万円強の最低所得保障、フィンランドが試験導入ということで、ついに、ベーシックインカムの試験的な導入実験がフィンランドで、開始されたという、まあなかなかいい、ニュースだと思うんですけど、ただ額が6万円ですからね。6万円じゃ、足んないんじゃないか。ということですかね。だからまあ私が主張している月20万、子供手当5万に関して、実現するには市民革命が必要だと。市民革命なくして、現体制のままでベーシックインカムをやろうとしたらこのぐらいの金額しか出せないですよね。月6万。フィンランド政府は25日、全国民に毎月一定額を支給するベーシックインカム最低所得保障制度を試験的に導入する方針を明らかにしたと。労働年齢の国民から無作為に選んだ2000人を対象に、月額560ユーロ、約6万4000円を給付する計画だという。政府によると、給付額は昨年5月に就任したヨハン・シピラ首相の公約に従って決定したと。実業家の出身のシピラ首相は、ベーシックインカムの導入が雇用促進や社会福祉制度の観測につながるかどうかを検証したい考えだということですね。ベーシックインカムをめぐっては、スイスで6月、成人国民すべてに毎月2500ユーロスイスフラン、約26万、未成年に同625スイスフラン、約6万5000円を支給する制度の導入可否が国民投票に書かれたが、反対多数ですね。で、否決されていると。反対が 77%、賛成が 23% なんですね。でも 23% が賛成するっていうのは画期的ですよね。から2番目。これは言われる。砂月金さん、紙切れ1枚で将来奪われ、玉砕させられた被害者と戦争で甘い汁を吸った加害者が同居する矛盾と、まさにそうですね。でも同居ったって名簿上ですからね。あんなのは詐欺ですよ。あ、これか、こっちか。月6万。フィンランド。これと、それから2番目が、ビルパン首相は空爆に反対していた。これ、アルバニーさんの情報だと、来年の大統領選挙に彼は立候補するということらしいですね。これは、日本紀新聞、牧太郎編集長という、そのブログ記事ですね。去年の11月17日だ。これですね、オランド大統領がフランス大統領が空爆に踏み切ったとただ一人反対した指導者がいたと、ドミニク・ド・ピルパン元首相だと、メディアに空爆すれば世界各地に散らばるテロリストをフランスに呼び込むことになると主張したと。その通りになった。まさにその通りになったんです。この人物、ジャック・シラク政権の下で2005年から2007年首相を務めたが、それ以前、外務大臣の時に2003年、イラク戦争開戦を強行しようとしたアメリカに対して強く反対したと。アメリカの国防長官ドナルド・ラムズフェルドから開戦反対のフランスとドイツは古いヨーロッパだとひねくられると、国民安保理でフランスは古い国だからあえて反対すると切り返したという。
戦争より査察だと言い続け、イラクは核兵器を持っていなかった、戦争は誤りだと、イラク戦争がシリアに混乱を引き起こし、ドミニク・ド・ピリパン元首相が大統領なら今回もフランスも空爆に参加しなかっただろうと、日本人はその事実を冷静に考えようと、テロに屈しないと簡単に屈して言えても、一度始めれば対 IS 戦争は終わらない、日本人の冷静にということですね。で、彼の名文句、議長、いつどのように我々が戦争に道を譲るのかと苦と苦悶している人々に、この安保理では請求性や誤解、疑い、あるいは曲のうちに何かがなさることは決してないと言明したいと。この国連という伝道では、我々は理想の守護者であり、良心の守護者であると、我々が持っている厄介な責任と巨大な特権を使って、平和のうちに軍縮することを優先しなければならないと。これは国連の安全保障理事会における彼の演説ですね。2003年2月14日ですね。彼も、保守リベラルの典型ですけど、いいんじゃないですかね。大統領候補、大統領に、オランダもダメですから、同じ、大統領候補として、ドピルパンの方がよっぽどいいですね、オランダより。で、我々の、望む市民革命派の候補者っていうのはフランスにはいないみたいですから、せめて彼あたりが新しい風を吹いてもらいたいと思いますね。からネオコンの代表格、トランプ氏を非難、クリントン氏に投票示唆ということで、これがポール・ウォルフリッツの記事ですね。8月27日、AFP。吉行さん、靖国神社に合意されて太平洋戦争戦没者、馬行聖書を引き上げ、援護局が全国集めてあり、いかなる宗教団体の国家特権を受けたないと、日本国憲法第2の明白に反していると、そういうことです。日本国、だから本来だったら最高裁が、唯一の立法審査権を持っている最高裁長官と14名の最高裁判事が止めないといけなかったんですよね。やめろと、厚生省引き上げ、援護局の名簿強制、作成、靖国神社のために国の機関が協力することは憲法第24に反していると言わないといけないんですけど、一切言わないからそのまま通っちゃうんです。で、次に、築地移転問題、クレイジーな豊洲新市場を歩くと、空虚の大モニュメントっていう、田中隆作さん、ものすごい巨大な建物が今建設されてるらしいですね。でも使い勝手が非常に悪いんで、卸業者なんかが反対してると、それで中止になればいいというふうに思ってるんですね。シカゴさんがドピルパン首相の記事をリツイートしてくれましたね。それからこれがまた、あれが土地狂ったと、500億円を供与ですって、あいつは何なんだって。だからもう安倍に対して自分が浪費した全ての経費を彼の私有財産、彼ら一族の私有財産を没収して引き当てると。で、当然ながら足りないから、その分は一生ですね、刑務所に入って、不当ありさせるということでしょう。だから今日の重要情報、米国と
中国は戦争を始めれば局地戦で終わる保証はなく、米本土も巻き込む核戦争に発展する構想、ウォルフォルツドクトリンそのものですよ。第三次世界大戦、核戦争を彼は意図してたんですね。あ、これはあれか。URL がない。失礼しました。これですね。青木智さん、拍手ですね。ありがとうございます。そして最後の今日の注目情報、天皇の生前退位問題で安倍政権の会見利用が始まったと、内閣法制局が第一条会見必要テーマを日本テレビにリークと、リテラーですね。あ、マイナスも。でこの記事自体はまあ別に間違ってはないんですけど、ただ私がずっと言ってたように、いわゆる内閣法制局自体が違憲であると、こんなもんは解体すべきであり、内閣に法律を起案し議会に提出する権限なんかないんだよと、憲法第41条と73条に違反してんだという視点をですね、リテラでも書くべきなんです。書いて主張すべきなんですよね。内閣法制局のいわゆる憲法第1条改憲が必要だというデマを、まあ、批判するのは正しいんですけど、それだけで止まっちゃダメなんですね。内閣法制局自体が、歴代自民党政権がでっち上げた違憲な、組織であり、直ちに解体すべき組織なんだと。あたかも、最高裁の代わりに憲法の万人みたいな顔して登場していることに対して、とんでもないというふうにリテラも言わないといけないんですよね。ということで、石川さんが桜井ジャーナルですね、URL を貼り付けていただいたということで、今日の放送はこれで終わりですね。73分31秒、閲覧94名様、計222名様、コメント99件と、たくさんのコメントと、から白クマスタンプとお茶とコンティニューコインいただきました。ありがとうございました。ということで、今日の火曜日の放送は現在9時46分ですね、終わりです。で、明日は水曜日ですので、午後7時からフランス語日本語のバイリンガル放送をしますので、もしよろしければ合流してくださいということです。お疲れ様でした。砂月さんですね、皆さんお疲れ様でした。ということで終わりです。